皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、ロシア・ウクライナ問題なんですが、映像ではちょっと、ウクライナの、場所ごとの映像なんですが、カメラによっては、人がね歩いてる場所というか映像もありますが、またですね、ウクライナの少女が、インタビューを受けてですね、もうすごく辛いというかね、恐怖だったり、やめてほしい、戦争やめてほしいっていうことが、すごく多くの人が心打たれるというかね。なので、そちらの、ニュースのコメント、皆さんの意見をですね、見ていきたいと思います。民間人を犠牲にするなんて許せない。子供を苦しめることは絶対に許されない。子供の死にたくないが本当に心をえぐると。子供が泣いているのを見てとても辛くなったのと同時に、自分もあの状況になるかもしれないと思うと、とても怖い。あの子やウクライナの人々がまた笑顔になれる日が来ることを願っています。今年自衛隊に入隊するものです。試験を受けた時、まさかこんな状況になると思っていませんでした。自衛隊という職業に就く覚悟。自分は家でのうのうと YouTube 見てるの、これが現実でリアルタイムで起こっていると思うと本当に涙が出てくると。両軍ともに一人でも犠牲者が少なくなりますようにと、亡くなった方はご冥福をお祈りします。死にたくないという言葉には心が締め付けられます、ね、罪のない人にまで悲しい思いをさせないでおくれ。子供が泣いているのを見てすごく悲しくなった。子供の涙を見るのが辛かった。子供には笑顔でいてほしい。戦争なんかなくなればいいのにと。戦争は多くの人の命を奪う。めちゃくちゃ胸が痛い。小学生の時に先生が、戦争は二度としていけないものと、いまだに頭から離れませんと。同じ民族、同じ人間じゃないか。小さな子供に及び、何も罪ない人たちに恐怖と殺害を及ぼすなんて、侵略なんてやめてくれと。泣いてしまった大人たちの難しい理屈や、声高に叫ぶ反戦よりも、この子の涙が一番戦争しちゃダメな理由になっているということで、皆さんね、同じようなことを、感じたというか、コメントもあるんですが、自分のですね、YouTube 上で、載せられない情報というかですね、映像とかがまだ、たくさんあってですね、その1週間前ぐらいの時から、アメリカがね出してる情報というか、ロシアは、侵攻しようとしてますよとか、ロシアからしたら、いや、そんなことはしないとか、話し合いでみたいな、その情報の違いというかね、実際今始まっても、主要部分というか軍事施設しか攻撃していませんと、言っている情報もあれば、ツイッターとかでね、流れている映像とか、情報によれば、もう思いっきり民間のね家とか、もう全然関係ない、軍に関係ない場所に、爆破とかね、破壊があったり、多くの人が、亡くなったり怪我しているということで、どう考えても、別に軍の人だから怪我していいとか狙っていいってことも当然ないんですけど、普通に、これだけね攻撃すると確実に民間とかね違うところに当たってしまうというか、行ってしまうのは避けられないと思うんですよね。だから、どんだけ、正当化しようとかね、私たちは必要最低限しかしませんみたいなこと言ったって、そんなことはないわけで、このコメントにある通りというかね、別にこれ日本だけとか、この一部 YouTube とかね、Twitter の意見じゃなくて、もう世界のもう大半の人が、
間違えてるってことにも当然気づいてるわけでね、まあ、なかなかこれをまたねアメリカとかあの他のね、国がまたこう武力とか力で止めるっていうのはまた難しい問題で、まあ一番最短というかね、まずはロシアがね自分で気づいて一刻も早くやめてほしいなというところなんで、また今後もですね、まあ発信できる範囲で情報を掲載していきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。